さんこんばんは。こんばんは。戻りましたけれどもね、さあ本日アイドル試合全敗ファイナルの模様をお送りしておりますけれども、 GK2 連勝、熱い試合を取ってますからね。そうですね、1時間ゲーム、そして50分ゲーム、両者ともに BJK 取っている。そして1戦目は ITZ ブラジル代表が取っているということで2対1、お客さんのこの盛り上がり方も尋常ではございません。試合中なんて何度チャントが歌われていたことか、歓声もすごかったですからね。会場はかなり盛り上がっているでしょうね。さあそして第4試合目どうなるのか楽しみですけれども、見ていきましょう。バン&ピック、重要なバン&ピックです。かなり重要ですね、はい、BJK、ITZ、ブルーサイドが BJK、 そしてパープルサイド画面右側 ITZ となっております。カリスタをバン、ヘカリムをバン、ルブランクバン、そしてルルバン、ここまで、全くバンの戦略変わらないですね。はい、となると BJK は最後のバンはどうなりますかね。シバナをどうしますか。やはりバンしましたね。さあシバナバン、シバナバンするだけで拍手、拍手そしたらボールがな、はい、ね、ジャンナが開きましたがどうしますかね。ファーストピックジャンナ取りますかね。ただグラマスがまだ空いていることを考えるとどうでしょう。本番のチャンピオンをピックする可能性もあります。グラガス、ジャンナ、ノーチラス、あとは一つ確になっているのがルシアンとシビルの AD キャリー、あとはアーリーといったところが互い取り合いになったんですね。ルシアン、シビル、アーリー、ジャンナ、ジャンナですね。グラガスを渡してでもジャンナ、さあそしてやはりアーリーを取りますか。マオカイは取り上げた形になりますかね。マオカイとスレッシュ、さあそして BJK アーリーを出しますかね。どうしますかね。先ほども見せたんですね。やりたいですね。やりたいかもしれないですね。好きなチャンプなのかもしれないですね。アーリーを優先しそうですね。そしてここいるとしたらグラガスかアレクサ以下ということになるとは思いますが、シビルですか。おお、シビルですね。シビルアーリとロックしましたね。今までの一連のシリーズの中で、まあ、シビルは全ての試合でピックされてますね。ただ1戦目のところで ITZ が勝った以外は立て続けに ITZ 落としてますからね。なるほど。あ、リーシン来ました。来ましたね。ITZ リーシン来ました。このジャングラーのリーシンが非常に序盤からゲームを壊すことが得意。かなり素晴らしかったですからね。このミッドレーナーの確かあの時はルブランクと連携して相手のアーリをボコボコにしてそのまま試合をスノーボールしてさせましたからね。ここ、このリーシンの動き一つ確認したいところでありますね。そしてどうなるとミッドレーンどうしますか。リーシンとのシナジーを考えるとアサシンの方がいいんですがね。そしてリーシン相手にセジュアニ出しますか。出しそうです。お、出しますね。セジュアニランブル、いやセジュアニランブルですか。強力な CC コンボ、AOE のダメージといったところ、中盤の集団戦、非常に強力な形に構成になってますね。ここは、いや、ITZ ミッドレーン、おお、ゼド、ゼド、即ロック、やはりリシンとのシナジーを考えて、まあ、レイトゲームではアーマースタックされてしまうと厳しいですが、序盤、中盤のところ、リシンの強みを生かして、スノーボールしようという狙いが。見受けられますね。ここ成功するでしょうか。そしてグラガスがなんとピックされないですね、はい、面白いですねこれは。さあ注目どころどこになりそうですかね。
このリーシンとゼドが序盤のレーディングのところから相手のミッドレーナーを破壊できるかどうかですね。ミッドレーナーを倒して、ミッドのタワーを折る、もしくはそのサイドレーンロームするといった動きができれば中盤のところで大きな有利を IGZ と握れます。その有利を握れなければレイトゲームではアーマーをスタックされてしまった場合非常に厳しい。なんといってもマジックダメージが魔王界とスレッシュのみ、あまり大きなマジックダメージのソースになってないですからね。セジュアニを落としきるのが難しい。ランブルのウルトもありますし、なかなかレイトゲームになると厳しいでしょうからね。序盤中盤のところです。いかに ITZ がスノーボールできるか、BJK はそこを抑えられるかが鍵になってくると思いますね。はい、ITZ はあれですよね、調子が悪い時にこのリーシーンをリーグ戦で使って一つ流れを取り戻したと。はい、そうでしたね。ちょっとここどうなんだろうなといったところでリーシーンをピックして大丈夫なのかと思いきや、レベル2のガンクから試合を破壊しましたからね。そこをこの試合でも見せてくれるのか非常に楽しみですね。はい、さあそしてそれをただ見てますからね、 BJK 側もしっかりと確認していると思います。だからこそリーシーンをバーンしていないんだと思いますからね。さあ始まりました、アイドル試合 Day5 ファイナルですね。さあ第4試合目、 BJK VS ITZ のゲーム見ていきましょう。さあブルーサイドが BJK、 パープルサイドが ITZ となっております。でどうでしょう、スワップはどちらも選択しないですかね。 ITZ としてはジンクスはレーディングそこまで、得意ではない。そしてなおかつ相手がシビルであることを考えるとスワップして CS を集める。おっとここお、あ、映った映ったワード置きましたが1回、いや危なかった。無理はしませんでしたね。リシンが奥まで入ってますね。リシンただ一人奥まで入ってます。あ、これただランブルの位置次第では、あ、まあ一応下がってますね。大丈夫そうですね。あ、ジンクスボットレーンにそのまま向かいますか。そしてグロンプのところワードを置きました。相手のジャングルのルートはこれで BJK 確認できる形になってます。ジンクスはどうしますかね。さあ ITZ も 2V にやるんでしょうか。やるつもりのようですね。ただどちらものサポートもイグゾーストを持っていますね。レーンのところでキルを狙っていくような形ではないですかね。はい、スタートがちょっと面白いですね。リーシゴールのやって、マオカイはリーシ、ゼドはこれ1匹取りましたかね。レイスの位置からスタートしてましたね。スタート位置3匹取ってますね。3匹取ってますね。マオカイのサッピングトスを生かして経験値的に有利を取りましたね。ここミッドレーンはやはりミッドレーンから破壊しようという意思が ITZ と伺えますね。そして赤バフを取った後 DC ミッドにガンクに行くんじゃないですかね。もう一度やりますか、ね、やりますか、ね、警戒してると思いますけどね。警戒するでしょうね。クロンプを勝ってませんが、ブルーバフ勝ってましたね。はい、青バフのちっちゃいゴレムを勝ってましたね。さあレベルに、あとただし2匹か1匹で、そうですね、レベル2になるという形。周りも無理をせずに引いてる形にしてますね。あー、リーシンそれを見て無理だと判断。ヘルスの有利、マナの有利といったところでゼドはポーションの数も多いですからね。はい、やはりトップサイドで何か動かそうという動きですね。ブルーバックはそこまで意識してないようです。セジュアリの動きも警戒しているんでしょう。セジュアリはトリンケットワードを置いたことによってリシの動き確認できましたね。これ一つ怖い時間帯をやり過ごせると思いますが、さあブルーバックに圧力かけに行かないです。そしてセジュアリそれを確認して下がります。無理はしませんね。さあボットレーンスの間に仕掛けているレベルの有利を取りましたね。ただイグナイトもない、両者ともにイグゾーストというところを見ると、まあ、キルポテンシャルといった点では CC 強力な CC チェインがあるスレッシュ側ですかね。さあチェイン、あー、うまくトラップ発動しませんでしたね。ですね、あの罠が
ジャンナはやはりこうアグレッシブにいくことはできてもダメージのトレードで、だけで切るまで結びつけることは難しそうですね。で今まだジャンナ続けてますね。かなり回っています。どちらももうそろそろジャンナのトリンケットが上がりますから、リシンの眼光は回避できそう。アグレッシブさあトップレーンのマッチアップ、お互いファームしてる印象もありますが、そうですね、どちらも共存使ってないですからね、完全にレーニングを進めている印象ですね。すごい、ただちゃんとすごいですね。 ITZ 現在200ゴールドのゴールを取れてます。ミッドレーンとボットレーンですかね。そうですね、合計のその2つを合わせてグローバルゴールドさんに出たが現れてますね。トップにセジワニが行きそうですか。入ってます。あ、入りますか。これはただ今回ダブルがありますから決まりそうにないですね。これはさあゼドも動いてワードを展開、ピンクワードで見えてますか。トップサイドの青にピンクを置いたというのは何か意図があるんですかね。やはりこうゼドのトップへのロームをまず潰したい、さらにはランブルのレーニングのところを手助けしたいということがあると思いますね。と狙ってますね。分かってますね。ピンも鳴ってますからね。セジワニが急いでさあワンスリーピンチャーム読んでいた。タワーのダメージをリーシン入っている。セジワニがいや、ただこれどうなる。イグナイトファーストバル通っていくがリーシンだが、ダブルキル。セジワニカバー間に合う。今のは大きいですよ。セジワニしっかりとミッドのカバー入りましたからね。素晴らしいですね。これでセジワニそのつらいジャングリングの時間帯が消えたと思います。ここから BJK マップのコントロールが取れたり、セジワニのガンクの能力をウルトを取った後のレベル6以降の圧力を生かして試合を展開できていきますかね。さあどうなるでしょうかね。この辺り先ほどからそうですか、ボットレーンアグレッシブなんですが ITZ の方が勝ってますよね。そうですね。あ、ただポーション差が生まれてますか。はい、途中リシンの圧力を受けて BJK の2人があまり無理せず下がっていたシーンがありましたからね。その時に差が生まれたのかなという感じがしますが、さあランタンで確認してバックと。おお、止めましたか。このプレーどう見ますか。これでセジュアニがこの合流も勝った後レベル6になる。いや、赤バフですか。赤バフですよね。赤バフ、あー、これでセジュアニがレベル6になったタイミングでボットに行くことができれば大きなノックアップだったと思うんですが、そこまではちょっとつなげられそうにないですね。あー、6になるということでリコールを挟んだということだと思いますね。ここでリコールをしてワードを買ってボットレーンの視界のところを補充しようと。その視界がなければセジュアニの圧力を受けてボットレーンはプッシュされ続けてしまうと思いますからね。これで一つ ITZ としてはボットレーンのところ視界取れますか、楽になりますかね。やはりセジュアニのレベル6一つ強力ですからね。はい、ウルトの有無で。そしてこれトップのどうですかね。トップのスノーボールを先ほどからなちょこちょこ意識しているようなところ見受けられますから、それ狙ってそうですね。確かにトップまた行ってますね。はい、そして CS 差がすごいことに生まれましたね。やはり魔王界のレベルアップでマジックレジットが増えないこと、一方のランブルは Q のダメージベースダメージがどんどん上がっていくこと、その差がここから広がっていくような感じがしますね。さあリーシン、オーリアン完成させてどのようにゲームを作っていくのか。まず一つの狙いであったミッドレーンからスノーボールといったものが先ほどのカウンターガンクによって外されてしまいました。ここからどう試合を展開させていきますかね。
いやー、いいダメージ入りますよ。それに対してのありパッシブを活用しながら、さあ、政治アニを見つけた、見つけた、ウルトはあるので、けど無理はしない。さあ、エグゾスト吐いているスレッシュ、フレイからのボックスはフラッシュで避けて、ヒールでメガデスロケットも避けていく。さあ、ジャンナの位置が面白い位置だが、スローを作っている、フレイも避けている、ダブルはフラッシュアウト。さあ、お互いにボックレーンでやり合う。そして竜巻からのシビルはそれでもまだフリー。いや、互いにアグレッシブですね。これでサモナースペルがフラッシュエグゾーストが落ちた代わりに、ただスレッシュのフラッシュがまだ残ってて、あとジンクスのヒールも残っていることを考えると、今のトレードでは IT デッドの方が得したと言えると思いますね。 DJK 一気にサモナースペルが4個ダウンですか、僕とね。はい、さあ、これをどう生かしていくのか ITZ。 ただもうこれボットレーン来ないという判断もありそうですけどね。そうですね、どう判断しますかね。あとこのところ入っていく、これに対して政治ワニがドラゴンをやっていることを考えると、これ青バフを捨てる判断ですか BJK。 ああ、なるほど、少数戦を起こすつもりはないと。その場合エンチャントでウォーリアをつけているリーシーンとこのゼドがいますから、負けてしまうという判断ですね。素晴らしい、この判断は本当に素晴らしいですね。これで無理に相手に、グローバルゴールドの有利を作らせることはないですね。さあ、ドラゴンゲットしたのは BJK。 アーリが少し辛いですね。ダブル使いました。が、行きません。辛そうですが、今セジワニがずっとガンク狙ってたんですよね。そしてゼドが W を使っていけるタイミングだったんですが、無理はしませんでしたね。あ、なるほど。レボロさん解説ですからね。はい、すいません、申し訳ないです。ちょっと興奮してしまってます。さあ、トップレーンはこれランブルかなり、あ、魔王界かなり厳しいですね。クロックはですね、あ、これいきますね。さあ、フラッシュで避けましたが、一等きっちりデフォルトアタックで2回入ってますから、ダウン。マナがありませんでしたね。ウッドを発動する隙がありませんでした。そこをミッドのピックアップ成功させましたね。これでゼドのスプリットプッシュが一つ強力になったように思います。ここからそのままミッドレーンで圧力をかけ続けるのか、ボットにゼドを送って、おっと、全然ウッドまで切りました。これ崩せばいいですよね。さあ、リーシンキックはフラッシュでキック避けていますが、Q が当たっている。1回フラッシュインからのシュルケン、これミッドレーン ITZ 狙い通りですか。狙い通りというのは狙いにはまってしまう、あれの部分は若干仕方がないと思いますが、今の成長には非常にもったいないですね。これでゼドにキルが集まってしまいました。帰ったらカトラスはほぼ確実に完成しているでしょう。その後のゼドがサイドレーンに出て、ジンクスがミッドといった形を取った時に BJK 返せるのでしょうか。まあ、そのあたり非常に気になるところですけど、そう、ただトップレーンがものすごいんですよ。魔王界がまだカタリスト購入できてないんですが、これはどうなんですかね。これかなりレーニングとか厳しいと、マジックレジットを積まなければカタリストを積んだとしてもサステインとかで負けてしまうということですか。そしてそこにゼロを当てる、なるほど、ボットレーンのシビルに圧力をかけるのではなく、ランブルに圧力をかけることを選択しましたか。はいはいはい、はい、ただこれゼドはボットに行くのは分かりますけど、トップに行くのはあまりないですよね。まあ、ドラゴンがないといったところでテレポートを持たない、チャンピオンがトップにいたとしても、まあ、オブジェクトをそのまま取られることはないという判断でしょうね。ゼドとリーシンはあのペアなんですかね。ペアなんみたいですね。あ、だいぶ狙ってますよ。デスマークキック何もできない、イコライザー置いてますが、ピッチリ影マークで逃げて、デスマークのダメージ、ま、凄まじいダメージが出てましたね。これに対して BJK 何も返すことができませんね。まあ、トップのファースターを折られてしまいそうですか。いや、折りませんね。無理はしませんですね。まるでデュオを見ているような、はい、
の息ってここまで合うものなんですか。合うものなんですかね、まあ、合わせなければならない構成ではありますよね。チーム全体のダメージがアタックダメージに偏っていることから中盤が大きなピークを迎え、そこからどん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 下り坂を迎える構成ですからね。ここから有利を取っていかなければならない構成、そういったリスクを負った構成をするだけの自信、そして信頼を持っているということですかね。瀬戸がもうルインドオブザフィールド完成。そして徐々にあれですね、そのランブルとマオカイの CS 差といったものが埋まりつつありますからね。マオカイは対面ランブルマジックダメージでした。ミッドに置いたことでアーリもマジックダメージでしたから装備がそのまま活かせますが、ランブルはちょっと活かせてないといったところでこう装備が若干遅れてる印象がありますね。あーなるほど。このままではデド これだけ育ってるデドに対して、あーチーカーズアンガードだけではちょっと足りなさそうですよね。やはり増量を早めに作りたい。はい、こういったところですかね。動いてますけど見えてますね。ただこれをファームさせるのが狙いのようなあの動きですかね。ああなるほど。まだステイしています。こうやって腕を処理リコールしますね。リコールしますね。そしてミッドの青バフを取ってからですか。ここレーンの割り当て IT ゲット非常にうまいですね。これによって一つ脅威だったランブルをへこませつつも、へこんでいたマオカイの CS が回復しつつあります。こういった判断って言ったらなかなか難しいじゃないですか。難しいと思いますね。いや、この構成はしっかりと練習はできていたということだと思いますね。そして練習の段階でこういった状況があって、それをまあ生かしていると、そういった経験を生かしているということだと思いますが、おさあ捕まえましたがフックでうまく逃げて、そして DC に逃げて、今度は BJK ブルーバックに仕掛けようというところ。アーリー裏に回っています。マオカイもいますが、セジアにノルトが怖いということで一旦はブルーバフを取ったのはアーリーですね。そのままドラゴンにつなげますか。ただこれが今度はブルーボットサイド側でこう仕掛けるとテレポートされ BJK の方が有利なんですかね。はい、そうだと思いますね。ですから、まあ、下がったということだと思いますね。ただドラゴンとトップのファーストタワーは交換という形で IT ゲットしましたね。どっちの方が実際いいんですかね。そうですね、まあ、ITZ にとってはドラゴンのバフよりもゴールドマップコントロールといったことの方が重要です。なんといっても中盤がピークですからね。そこまでのところでグローバルゴールドの差、装備の差というものを生み出さなければなりません。それを考えるとグローバルゴールドを生まないドラゴンよりもグローバルゴールドを生むトップタワー、そしてマップのコントロールにつながることを考えると ITZ の方が一つ狙い通りと言えると思いますね。3スタック目はただ一つキーになるということをよくおっしゃいますけど、はい、3スタック目はどうでしょう。そこで戦闘を起こすんだと思いますね。あーなるほど。 ITZ としてはそこが、まあ、ピーク、まあ、下り坂になる前のところになると思うんですが、ただまあどうでしょう。ゼドをそれでもトップに送りますか。ランブルを本当にへこませようという狙いがありますよね。例えばアーリがトップに来たとしても後ろにタワーがないですから下がらざるを得ない、そういうところを生かしてますか。さあ、チャームが怖い。タワーが折れてからのチャーム、セジュアにも寄ってるか。ここに DC 綺麗に寄っているイコライザーで返しましたが、そこのイコライザーを避ける、そしてランタンで逃げ切ることに成功。トップのセカンドタワーにゼドが行っていますね。これどうしますか。さあボットレーンではシビルがタワーを折り切ってますが、ボットレインに寄ってるのはアーリとランブル、ただ折れますか。いや無理はしませんね。はい、いやでもやはりゾーネがあるとはいえちょっと厳しそうですね。アーリはそしてトップのファーストタワーに対して BJK がピンを鳴らしています。
ITZ としてはちょっと試合のスノーボールといったものができてない感じは見受けられますね。今のミッドのファーストターを渡してしまったのも痛いですし、ボタンファースターも折られてしまってますからね。で、まあかなり Z がスノーボールできてはいますが、この Z を生かしきれるのかどうかが今後重要になってきますね。ランプラ狙ってますか。 BJK は特のファーストタワー、はい、あっと、キックちょっと動けて、なんか見てなかったか、チャットで、おーとだ、メガレスロケット避ける。さあ、ただ、タワーした。ウルトがなかったですから、簡単のような攻撃できませんでしたが、ここで ITZ1 ゲットからのタワーもゲットできるでしょう。さあトップタワーをゲットしているのは BJK、 ゼロが狙っている。そこにテレポート入る。デスマーク狙ったのはなんとジャンナー、エグゾーストからの王剣発動で無理はしません。あとボットレーン、これフックでしょうか。さあフラッシュ発動、キュー当たった。あ、そしてゼドゼか。あー、シャットダウン。何が起こったんだ、何が起こったんだ、何が起こったんだ、一体。おっと、ここに TP ミニオンがデッドしないように。そして赤バフのスピードまではいかないですか。一体何が起こったんですかね。いや、何が起こったんでしょうね。確かにドラゴン、あ、ジャングルのルートを見ると視界は確かにあまりないですから、セジオニは裏からゼドに入ったんですかね。そこでウルトを使ってシビルのダメージということだと思いますね。セジオニはウルトをクールダウンです。ゼドがここでフラッシュ持っていることを考えると、BJK かなりうまく対処したと言えると思いますね。ボットレーンのところもゾニアとフラッシュまで使って耐え切りましたからね。あそこでアーリが倒されていたらちょっと痛かったと思いますね。ジンツアウェイ CG が非常に速いですから、ボットのセカンドタワーまで折られていて、マップのコントロールを一つ、ゼゼのスプリットプッシュが強力になるところでしたからね。まあ、非常にうまく耐えているというべきなんでしょうか。はい、と言えると思いますね。ゼドが先ほどのところまで大きなスノーボールできていたんですが、今ところで潰されましたからね。そしてランブルがそろそろ仮面ができそうですね。上位仮面が、あ、上位仮面じゃないですね、もちろんゾーニャ、ゾーニャですね、ですかね、はい、はい、ただこれゾーニャがそうなると2枚できて、そしてシビルはスペルシールドがあるじゃないですか。でさらにはジャンナがいてプラスエグゾースト持ち、そうなったときにゼドはどうするんですかね。スプリットプッシュ以外やることがなさそうですが、いや、ただ BJK 側もアーリを当てますよね。 ITZ としてはどういう展開をするべきというか、まずはここまだ2人がゾニアを持ってると、おっと、ここ狙いました、キック。さあ、キュー当てている。いきますか、もうフック、 CG 剣を発動させているが、ここにシビルがウルトを使って入ってくる。ブルーバフをただ取りたいゼロは無理はせずにブルーバフをゲット。 BJK としてはちょっと無理をしましたかね。今のところセジョニが単体で入っていったところ ID デッド見逃さずにピックアップしようとしましたが、やはりチーム全体が物理ダメージに偏っているところで、アーマーヘルスが積んである忍者旅もあるといったところで倒しきれませんでしたね。あ、そして終盤ですね、魔王界を狙っている、いいダメージが入っている。これ 5V5 をやるとやはり BJK の方が強いですね。ただゼドが、おっと、バロンピング鳴らしてますが、いや、ゼドがここまで育っていて、まだゼドはシビルを狙うことができれば、そしてうまくウルトが決まることができれば ITZ の方が有利ではあると思うんですが、ただここで戦えないとなるとかなり厳しいですよ。ここでシビルにさらに殺しができようものなら誰も倒せなくなりますからね。さあドラゴンは渡すようです。ドラゴンで見せて、この拍手です。そしてこれでシビルはより捕まえづらくなりましたね。ウルト、さらにはドラゴンの3つ目の MS バフ、ゼドを解凍することがより楽になってます。
カイトというのは相手を殴りながら近づかせないように下がりながら攻撃することですね。はいはいはい。まあ、撤退戦といえば分かりやすいかもしれませんが、そういったことがこれ MS が上がったことによってやりやすくなったんですね。まあ、ゼドのレンジ外から、はい、そうですね、レンジ外からそこに入らないようにして、まあ、はい、ダメージを出すという行為ですね。どうこれでセシワニにフローズンハートができたら本当に辛いですかね。あ、ちょっとベルト1枚挟んでワーモグ行きますか。ワーモグ行ってからですかね。そこまで焦ることはないということですかね。さあ25分になります。ドラゴンスタッフ3金額ゴールも1000ゴールド。 BJK が有利、トルコ代表ブラジル代表 IDZ、 少し苦しい展開です。ここミッド狙ってます。周りはちょっと行けそうにないです。裏からリーシン来てますよ。シビルウルト使いましたが、リーシン誰を狙う。シビルスペルシールドキックは、さあここでゼロのウルトがデスパック入ったが、フラッシュアウトを選択。殴れないためダメージが出せない。そこにスレッシュがど真ん中に入っていますが、ジャンナがウルトで一度切ります。さあただジンクスがキルを埋めて、2キル目もジンクス。さあダブルキル持っていくのは ITZ。 ちょっと視界といったところがなかったところ、 ITZ うまくつきましたね。ミッドのファスターはこれ確実に取れると思いますね。セカンドターンまではどうでしょう。セジワニにウルトがあることを考えると、ただ無理をするシーンではありますが、さあどうする。ウルトはある、アーリはウルトまだありますね。ただ今のところでようやくグローバルゴールド1000ゴールドの差を作り出すことには成功しました。ここですね、シビル。ただこの後反転しようとしたところを、魔王界、魔王界ですね、素晴らしい。ジャンナのウルトで魔王界が、ああなるほど、来てしまったんですね。そう、射程に。でジンクスのウルトで、らしくないですね、ジャンナの方。ですね、BJK としては試合が長引けば長引くほど有利ということを考えると、まだ焦らなくてもいいですからね。どんどんここから仕掛けていきたい側とすれば ITZ ですね。というよりもできればこの25分の段階で最低でも5000ゴールド差は作り出してないとレイトゲーム厳しいという形ですからね。おっ、メガネスロケットは避けましたわ。何が起こったんでしょうか。ものすごいスローを狙ってます。あ、ダブルですか。ダブル、ザップが当たってですか。ちょっと隙見逃さないですね、ジェンスのプレイヤーも。チャーム、リーシーランタン。さあ、ランタンにはリーシーのダブルで飛べますからね。そうなんですよ。ただテレポート先としては選択できなくなったんですよね、いつの間にか。あ、そうなんですか。はい、何もえ、バチパッチ情報では書かれてないです。書かれてないですよね。はい、昔できましたよね。昔はできました。ただしいつの間にかできなくなってました。じゃあそのうちいつの間にかあのスレッシュのランタンにダブルリッシュのダブルを使うのもできなくなる可能性もあります。なるほど。ここでゼドがラストウィスパーを作りました。ただサッシュ、あ、まだシビルはサッシュまでいかないですか。どうなんでしょう。一つおとりになるつもりですかね、シビルは。あー、なるほど。ブラッドサースターまで行ってという形を狙ってます。あとジャンナがいるということですかね。だと思いますね。イブドーストを丁寧しっかりと与えることができれば、まあ、差しがなくても大丈夫ということかもしれませんが、デボルさん的にはどうですか。サッシュアッパー欲しいですか。欲しいと思いますね。やはりこう集団戦のところでダメージを出しに行けますからね、サッシュがあるだけで。さあ、そしてジンクスの装備は非常に整いつつあります。もう3アイテムですね。はい、先ほどのキル取ったこと、 CS もしっかりと稼げていること、2キロ取れてますからね。そこでゾービタがという間が生まれてますが、ここ次のドラゴン4つ目、はい、どうしますかね。 ITZ としては必ず
取らなければオブジェクトの有利というのもそのまま生かされてレイドゲームまでじりじりという形になってしまいますからね。ただワーディング的にどうですか、ね、BJK の方が視界は有利に立ってますよね。敵のジャングルの奥にワードが置けていてちゃんと敵の視界も潰せていてスカットラもここで取れるとなるとリコールしました。フォーススタックです。狙いたい両者チームともに狙っているような、ここ一つどちらにとっても重要な集団戦が起きるとすれば重要な集団戦になると思いますね。バロドラゴンを優先しますね。これはデジャにウルトまだ切ってないですよ。クラッシュアウト選択したらマオカイがダウン、マオカイがダウン、ランブルが倒しきる。さあここからの展開どうするのか。さあチャームで狙いに行きましたがここはジンクスうまく避けているがローライフです。そしてジャンナのウルトで回復している。 ITZ これは厳しい。ただシビルがシビルがシビルが、いやここゼロが狙っているぞ。エグゾーストプレイデスマーク入った。ダウンか、これはダウン。さあゼロ仕事したがアーリがきっちり、ここはゼロを倒しきりました。ワンデッドフォーツーキル。今シビルはジンクスを倒しに行こうとしてましたね。視界がなかったんでしょうね。リーシンとゼドの位置が、スレッシュとゼドですか、全く分かってませんでしたね。ここからジンクスキックで3人打ち上げだ。そこからのフレイテレポートが来てジンクス1キル3キルゲットしたのは ITZ。 ドラゴンやっていたのはステージャニー。バロンに行きますか。さあバロンラッシュ、これはどうなる。さあバロンをゲットできるでしょう ITZ。 ただステージャニー追っかけてますよ。間に合うか。さあジンクス非常にダメージを出すのは早い。さあスマイト勝負になってきそうだがここをきっちりとがめることはできる。ただトラップを置いていけない、前に出れない。セジャニうまく入った、中にうまく入ったがフレイでお辞儀出された。さあどうなる、残り バロン1400というところ。ヤンブルが来ます。ここいいダメージが出した。そこにシビル、ランブル、イコライザーフラッシュで避けたか。ダウンダウン、そしてバロン取った。 DJK やはりこの MVP の男が決めるのか。さあウラルはゼロ型のシャットダウン、シャットダウンうまくしました。ただデスマークはゾーニャー、マークスロスついていない。そこにジャンナが間に合います。ウルトを切ってマオカを倒したいところ。影分身でうまくゼドが前に出ます。セジュアニがうまく時間を作りましたね。そしてランブルとシビルが来る時間を稼ぎました。 ITZ としてはちょっと判断を結果的に見ると間違えましたかね。バロンにフォーカスをすべきでした。残りバロンの HP10 っていうの出てましたからね。出てましたね。そしてセジュアニが到着した段階では1400でした、はい、ギリギリのところで BJK 越して4つ目これは大きな大きなバロンとドラゴンになりそうですよ。1V4 やってどうなのかなというのもありましたね。ありましたけどね。ここですよね、はい、これやはりバロンのデバフォーラというのも一つ効いていたかもしれないですね。あー、なるほど。そしてランブルが取った。ただここでゼドがうまく、はい、あー、セジャーに乗るとイコライザー、うわー、イコライザーが綺麗に入った。さあただランタンで逃げ切れましたが、ITZ まだライフが危ない。一旦ヘルスを回復したい。魔王界がボットレイにいるため即座にリコールを挟んでいる。さあフォーススタックがあるために一瞬でタワーが割れる。さあ5人で割っていく。 ITZ ジンクスダメージは出しているがセジュアニが硬い。さあインヒビターゲットしたのは BJK。 判断が素早いですね。素晴らしい。バロンのバフを生かしてインヒビターまで取りました。今の
エンゲージの仕方も完璧でしたね。やはりセジュアニのウルトとランブルのウルトの相性は素晴らしくいいですね。それを生かして敵をタワー下から追い出してセカンドタワー、サードタワーインヒビター、これは大きいですよ。ついにお金さん並びました。そしてサッシュ購入しましたね。そして見返るまでできてますからね。まあ見返るはゼドのウルトのマークは消せませんが、ヘルスを回復しますからね。そしてフローズンハートもできました。セジワニここからはソンメイルでしょうね。次はトルコの波は止められないのか。ブラジル代表 IQZ、 自分たちのうまくいっていたというイメージがあるピックで今チャンピオンで勝負を仕掛けています。第4戦目こういったギリギリのあと一つ落としたら負けてしまうような状況でピックした構成は本当に自信のあるピックだと思うんですよね。にもかかわらずここでうまくいっていない、今のメンタルの状況非常に難しいと思いますが、返せるでしょうか。さあ一つこれは IT セットの狙いは何ですかね。ベイトですかね。ピックアップを狙ってますね。しかバブシのところ外れてしっかりとワードじゃなくてピン鳴らしてましたからね。そしてそれをうまく警戒して追い出すことに成功してます。バロンバフはなくなりましたが、それでもこれは金額差は同じなんですが、ITZ はなぜ仕掛けられないんですか。そうですね、やはり前線のセジオニというのが非常に厄介になってますよね。そしてバックラインに入ろうにもジャンナがいることによってゼドが何もできない、正面から当たった場合はどうしようもないといったところで下がらざるを得ないということになってますね。ここのセジオニ、ランブル、ジャンナのこの3段構えが ITZ かなり苦労してますね。さあ入ったリーシン、隕石ピック、いやこれうまくいかない。マオカイも前に出た。グローリー発動で入ってランブルのウルト、セジワニのウルト完璧に止めている。そしてタワーダイブしてますが、マオカイ硬かった。ただここにジャンナのウルト、そしてもう一度前に出たシビルをジンクスが止めたが、チャームでーすゲットしたのは BJK。 セジワニのウルト、ランブルのウルトが完璧でしたね。いないが、これはタワー折れるでしょう。 BJK まさかのトルコ代表現地大盛り上がり3連勝、素晴らしい。ネクサスを割って勝利したのは BJK となりました。もうスターティングオベーションですか。素晴らしいですね、まあ、観客の後押しもありましたからね。全員立ってましたね。はい、でもすごいゲームが続きましたね。3試合とも本当にすごいゲームでしたね。試合目を見たらもうブラジル代表が勝つのかなという。しかも2試合目の途中までそうでしたよ。そうですよね。にもかかわらずモルガナのピックアップからですよ、ダークバインディングから一気に逆転していって試合をスノーボールさせました。はい、そして3試合目も逆転劇。はい、そしてこのゲームも逆転劇ですか。確かに構成的な有利は取れていました。ただ、うん、ゼドが途中かなりスノーボールしましたよね。はい、かなり育ちました。そしてランブルが育っていたところを抑えられて苦しい展開になったんですが、しっかりと対処しましたね。セジワニをここまで取らなかったのはこのゲームのための布石のようなセジワニでしたね。本当そうでしたね。セジワニのウルトラ完璧でしたね。チームがトルコです。トルコです。いや嬉しそうですね今から。あーいいですね。あー
いいですね。いやノリがいいですね。そしてこれは決まっているんでしょうかね。何か決まっているんでしょうね。ああいう仕方があるんでしょうね。いや一体感が素晴らしい。素晴らしいですね。では本日、放送 IWCI、5日間ですか。5日間です。放送してまいりましたしてきましたけどもね。あ、トロフィーかけますよ。さあ来ました。いやおめでとうと。おめでとうですね。リーグ戦苦しみました。ただそこからしっかりとカムバックして強敵ブラジルを倒した。素晴らしいチームでしたね。いや美しいですね。そして赤と白、ベジクタシのホームカラーですかね。どんな気持ちで今いるんでしょうかね。どうでしょう、嬉しさというのもあるでしょうけど安心というのもあるかもしれないですね。やはりスタートの時リーグ戦のところで、まあ、そのままホームの後押しを生かしてと思いきやそうはいきませんでした。やはりホーム開催のところのプレッシャーといったものもあったでしょうからね。しかし決勝戦のホームの後押し凄まじかったですね。いやーすごかったです。一つやはりホームアドバンテージといったものを感じるような大会にはなりましたね、決勝戦のところ。ああそうですね、はい、面白いですね。まだまだ写真撮影も続いてますけれどもね、はい、さあというわけで、IWCA Day 5ですね、はい、ファイナルまで模様をお送りして5日間お送りしてまいりましたけれどもね。まあ、まずは終わりましたよ、レオールさん。そうですね。お疲れ様でした。お疲れ様です。というまあ見ている長い間ね、視聴してくれた、リスナーさんも本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。ですけれども、5日間通してどうでしたか、レボルさん。そうですね、FM の挑戦は成功はしませんでしたが、一勝と世界に一つ刻みつけましたよね。まあ、これを一つ糧としてここから積み重ねていってほしいなという気持ちがまずありました。で最後ホームのトルコ素晴らしい試合を見せてくれましたね。いやー FM の挑戦を見るだけでなく大会を通して楽しめましたから非常にいい大会を見れて満足です。途中でテンションが上がって立ち上がるレボルさんでしたけどもね、はい、というわけで5日間、実況は、愛知とですね、そして解説にはレボルさんでお送りしました。それでは、長い間ご視聴いただき本当にありがとうございました。本日の配信はこれにて終了とさせていただきます。それではまた皆さんお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。